松潤さん、カンフーにどうしてもね、情熱が抑えられない私たち昭和40年代生まれにものすごく面白いアプリとアイテムを紹介します。そのアプリは Wish ってやつなんですけども、この Wish ってのはね、実はね、いろんなものがね安く買えちゃうんですけども、そのルーツってのはおそらくですけども、中国の転売サイトなんですよね。その中国の転売サイトからチョイスしてきて、Wish というアプリが仲介して私たちが注文しやすくなっているってものではないかなと思います。何回か速稼塾の中でもね紹介したんですけども、これね、よろしかったらアプリをダウンロードして紹介コードがありますので、これにもね紹介コードをつけていただければと思います。ちなみにみんなの銀行はもうダウンロードしてくださいましたかね。これも紹介コードつけておきますので、ぜひねその紹介コードを入れて1000円ゲットしちゃってください。そして広める活動もやっていったらいいと思いますよ。毎日みんなの銀行のアプリを紹介する動画をバンバン出すとね、毎日1000円とか2000円ずつ入るんじゃないかなと思いますんでね、やってみてください。それでは画面切り替えて Wish の方見ていきましょうか。で、Wish なかなかいいですよ。これです。はい、今映ってるのがトンファーっていう、そういった武器ですよね。この柄のようなところを握ってくるくる回して戦うわけなんですけども、こんな感じでね全体像を見ることができます。サイズも書いてますよね。こうやって握るんですよね。で、購入したい場合は1669円、そして送料が997円ということです。で、今頼むと7月上旬に到着するってことなんで、発注してからね到着するまでのいわゆるリードタイムってやつなんですけども、これが大体2週間から3週間なんですよ。ですんでね、忘れた頃にやってくるみたいな感じですけどもね、そのぐらいの方が楽しみがあっていいと思います。で、関連を押すと、はい、武器関連で出てきますね。いろいろとトンファーの伸縮自在のトンファーもありますね。こうやったちょっと恐ろしい武器もありますよね。その他伸びるスティックとかね、不思議なものがいっぱいあります。グリーンベレーみたいなのもありますし、トンファーの木のやつもあったり、スタンガンもあるんだね。価格も結構どれもこれも安いでしょ。あ、ラジコンでかいですね。こういった形でいろいろ見ることができるんですけども、例えばこのバッグがあるじゃないですか。あ、これヌンチャクが私の好きなやつ。バッグがあるじゃないですか。このバッグをクリックするとね、バッグが映って1805円の送料が727円って出るんですけども、この関連でいくと今度はねバッグの関連がいっぱい出てくるんですよ。なかなかいいでしょ。ボディバッグとかショルダーバッグとかメッセンジャーバッグが、リュックも出てきますね。で、こういった関連がいっぱい出てきます。じゃあ今度はですね、そうだな、このヘッドホンが出てきましたね。ヘッドホンクリックしますね。そうすると56円というね、とんでもない価格で出ていまして、送料も28円というね、これ100円もしないんで頼んだらどうですかね。関連をクリックすると今度はガジェット、デジタル機器がブワーッと出てきます。これもなかなかお手軽な値段でしょ。で、今度ジャージがあるじゃないですか。これジャージクリックするんですよ。56円と。で、ジャージの関連を押すと、今度はアパレルが結構ね、いろいろ出てくるんですよね。男性用、女性用と。ジャージなんてのはね、なかなか夏のトレーニングにいいんじゃないかなと思いますけどね。こういった形で Wish って、なかなか面白いね、買い物ができるサイトなんですよ。中にはね、これクリックしてみますよ。アルマーニ。アルマーニ、エンポリオルアルマーニのなんかパクリなのかな、大丈夫なのかなこれは。関連をクリックするとね、まだまだいろいろ出てきますけどね。この中にね、カンフーのそのスーツとかも出てくるんですよ。私結構好きでそれ買うんですけどもね、カンフー着は出てこないかな今回。何が出るかお楽しみなんですけども、このね Wish っていうアプリもこう使って楽しんでいただきたいなと。毎日ねちょこ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 見るとついつい楽しくって買い物しすぎちゃうんですよね。今日はこんなところでいいかな。はい、ということでね、なかなか楽しいアプリだと思いますので、ぜひスマホにインストールして楽しんでください。私実はねこのアプリねもう7年も使ってるんですよ。いろんなものをここから仕入れてメルカリとかに売って転売利益を出していました。だから中国輸入日本販売っていう形でねできるんですよね。で、いつの間にかね中国爆買いっていうのが起きて、
実はこの流れって今逆転しかけてるんですよ。質のいいものが安く売っている、それが日本なんですよね。逆に言うと質が良くても安くないと売れなくなっちゃった、その実態がこの日本の商品ってことです。他の国では高くても売れてるんですよね。だから日本っていうのは随分取り残されちゃったのかなと思っております。で、本日は以上です。